ブラックサイトが存在すると考えられている地域、ブラックサイトとはアメリカ合衆国国外にある秘密軍事施設である。施設の所在国は秘密となっている。テロ容疑者への水攻めなど過酷な尋問をすることで知られる。基本的にはアメリカ国外の友好国かつ軍事政権もしくは人権などがあまり尊重されていない国に設置されているとされる。これは国外でないと アメリカ国内の憲法や法律が適用されて、しまうため高度な尋問という名の拷問などが行えないためである。これらの施設がいつ頃からあったかは定かではないが、対テロ戦争にて、地域別で多くの容疑者への取り調べを行ったりすることが増え、それに伴う冤罪や過酷な拷問方法が知られるようになり、メディア等にたびたび登場する様になった。2006年に、 当時のアメリカ合衆国大統領ジョージダ・ブリュー・ブッシュが存在を認めた。トランセンドメディアサービス。トランセンドメディアサービス。2019年7月7日、閲覧。CIA Secret Detention and Torture.OPNSOCIETYFOUNDATIONS.org2013 年2月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年7月7日閲覧。ブッシュ、トップテラーサスペクツツーフェイストライビューノルズ。CNN、アソシエーテッドプレス、セプテンバー6、2006、ブッシュアドミッツ 2CIA ツシークレットプリゼンス、BBC ニュース、セプテンバー7、2006。ありがとうございます。